坂本一生は東京都新宿区出身の元プロ野球選手。宇藤左だ。NPB では育成選手であった。小学校から武蔵府中シニアで野球を始めると世界大会で優勝。新宿区立西戸山中学校時代にも武蔵府中シニアで日本一を経験した。小中学校の一学年後輩に長谷川淳がいる。 浦和学院高校に進学すると2年の夏に第89回全国高等学校野球選手権大会の埼玉県代表として阪神甲子園球場に登場したが試合には出場しなかった3年夏には一番打者として第90回全国高等学校野球選手権記念大会に出場全国大会の初戦で土屋健二・筒子義友 倉本敏彦擁する横浜高校と対戦すると、土屋から5打数3安打を記録したが、チームは敗れた。高校時代の一学年先輩に赤坂和幸がいる。東洋大学への進学後は、2年秋から、東都大学野球のリーグ戦に出場。4年次からレギュラーとして出場したが、春季リーグ戦では、打率が、184、秋季リーグ戦でも、 219にとどまった。なお、野球部の一学年先輩に、藤岡隆弘、鈴木大地、小田優也、同期に、小形良介、土井広正がいる。2014年6月3日、大学卒業後に入社した、セガサミーでは、1年目からレギュラーとして活躍。2年目の、第40回社会人野球日本選手権大会では、準優勝に貢献した。しかし、 2015年シーズンでセガサミーを退社すると BC リーグのトライアウトを受験。その結果、BC リーグのドラフト会議で石川ミリオンスターズに指名された。2016年には入団1年目ながらリーグ戦で一番打者として活躍。打率305、19盗塁を記録するとともにチームのリーグ西築年間優勝に貢献した。 2016年の NPB 育成ドラフト会議でオリックスバファローズから4巡目で指名。支度金300万円、年俸250万円という条件で育成選手として入団した。背番号は127。1 6 2トルという身長は2017年に NPB の球団へ所属する選手では育成選手を含めても最も低いものだった。 2017年の春季キャンプでは一軍の紅白戦に呼ばれ、オープン戦の横浜 DNA ベイスターズ戦では、代打で出場式を選んだが、その1試合のみの出場に終わった。シーズン中の支配下登録はなかった。2018年10月4日、来季の契約を結ばない旨が、オリックス球団から発表された。社会人野球や独立リーグ、 企業の軟式野球チームなどからの誘いもあったが、サラリーマンへの転身をすでに決意しており、現役を引退することを発表した。10月31日、自由契約公示された。引退後は、セガサミー時代に関わりがあり、経営陣に感銘を受けていたというセガトイズに、営業職として就職、業務に当たっている。セガトイズでは、デーブ大久保の息子、 大久保や成が広報として働いていたこともあってか、2020年6月には YouTube、デイブ大久保チャンネルに出演し、セカンドキャリアなどについて大久保とトークする動画が公開されている。また、軟式野球を続けており、社会人草野球チーム、ノマド、ヤンキースでプレーをしている。2021年4月、三井浩二と共に、社会人野球、 サンホールディングス公式野球部のコーチ就任が発表された。162センチメートル65キログラムと小柄な体格だが堅実な守備が持ち味の内野手。50メートル走で最速5秒8を計測したほどの瞬速の持ち主。所属チームの監督から一人いれば良いなと思われる選手になることが目標で、石川時代には外野守備の練習にも取り組んでいる。 在籍の2年間は最も背の低いプロ野球選手だった。愛称はチョロ。社会人野球から PC リーグへ転じたきっかけは、小中学校時代の後輩であった長谷川が石川へ所属した後に2016年から読売ジャイアンツへ入団したことにある。坂本自身も NPB の球団へ入ることを目標に、長谷川と入れ替わる格好で石川へ入団した。 2007年に57歳で他界したジップは、西南学院大学公式野球部の4番打者として、活躍した後に、水島真治率いる草野球チームのアブサンで、柴田京平と一緒にプレー。水島も、自身の作品、新、野球協の歌の中で、ジップの実名を冠した、中日ドラゴンズの新人選手を登場させている。坂本自身は、 オリックス合宿所、青東館への入寮の際に、育成選手では描いてもらえないので、しっかり頑張りたいとの決意を述べた。ちなみに、幼少期には、ジップに連れられて、東京ドームでプロ野球の試合を頻繁に観戦。その度に、ジップから、に勇敢を見ておけ、大きい選手に負けるなと言われたという。坂本自身も、柴田のことを、強平さんと呼ぶほど、 幼少期から柴田と親交が深い。高校2年の時にジップをなくしてからは、柴田のことをジップのように慕っているという。オリックスへの入団記者会見では、ザウの名に関係ないね。を挙げた上で、活躍したらヒーローインタビューで絶対に関係ないね。と言いたいと公言した。ありがとうございます。